デスリングに出場した三日月の凱王は圧倒的な強さで1回戦を勝ち抜いた。それを見たタケルは佐野の新しい武器を探すために工場へ行くが、その途中で車にひかれそうになった少年トキトを救う。そのまま走り去った車の運転手はトキトの兄だということを知り、タケルは怒りに震える。次の日、第2回戦のリングに立つ佐野の前に現れた格闘技、それはうがい突きと、あの時と少年の兄の乗る格闘機であった。名誉と栄光のためでなく、人いるか、あれは死神のささやき、いや勝利の女神の微笑む声。紳士淑女諸君、今日もまた真の勇者を選ぼうではないか。我々は真の勇者を求めている。勇者には栄光、敗者には死は。では始めよう、死のバトルデスリー。では登場してもらいましょう、真の栄光を目指す者たちよ。青コーラー、スチュワードに所属、ギガンテス、パイロットはうがい突きとだ。へへ、大甘野郎をどう料理してやるかな。赤コーラー、アジダム商会所属佐野、パイロットはヤマトタケルだ。弟の命を何とも思わない野郎はこの俺が許さない。さあ、今回のこの試合に課せられた非常の掟は果たして何か。今回の非常の掟はこれだ。ハリーアマンデスマッチだ。タケル、鳴り響き地獄のゴングよ。このチケットで新車も買えるし別荘も建てられる。ついでにピチピチギャルを紹介してくれんかの。いいですとも、好きなだけ紹介してあげます。好きなだけ。魔法よし、タケル気合が足らんぞい。そこじゃ行け行け。アポロバ様、確かめねばならん。脱皮したスサノオがどれほどの力を秘めているかを。はあ、なんだ、急にエネルギーが上がっていく。黄泉のタケル、どうかしたのか。いや、上がっている。まあいいか、勝てばいいんだからな。どうしたスタノ、負けるな。この程度のパワーしかないのか。
あーっと、サナオ間一髪で串刺しの刑を免れた。しかし場外20カウントで敗者の楽園を押されてしまう。果たしてリングに戻れるか、サナオ。リングの上では突如圧倒的パワーを発揮しだしたギガンテスが待ち構えている。このピンチをどう切り抜けるか、サナオ。おっと、ヤマトタケル、ギガンテスの圧倒的パワーにピーチ。さあどう切り抜けるのか。まだやる気か。落ちるんだよ。野郎だ。だがこれで終わりだ。タケル、落ちろ。行け、サロー。な、何？死んで俺たちはどんな目にあったか。負け犬、俺は親父のような負け犬にはならない。
ず優勝してお前を助け出してやるからな。リングの下で眠っていればいいものを。お前にはそこがお似合いだぜ。もうダメだ。魔法。頑張って、タケル。カガルー。音のためにも、俺は負けるわけにはいかないんだよ。行くぞ。もう終わったんだ。
ってんのか、わかってるか。なかなかやるな。やった、やったぞ。魔法、魔法。突き飛ばす。兄ちゃん。俺に構うな。兄ちゃん。なんでだ。なんでこの俺が。あんなアマちゃんに俺がなぜ。わからんのか。己の野心のためだけに戦う者には限界がある。じゃが自分以外の人間のために戦う者には限界がない。自分以外の人間。俺には家族がいる。家族のためにもう一度チャンスをくれ。親父。兄ちゃん。ま。お嬢様どちらへ。試合はまだこれからですが。あんな格闘技に負けるような概要ではない。ごもっともで。あ、お嬢様。概要は左脳には勝てん。いや、勝つつもりがないと言った方が正確かもしれんな。どういう意味だ。黄泉のタケルと人質の音立花は兄弟だ。だからならば人質に取ったとしても兄が妹を殺すはずないこともわかろう。私を裏切るというのか。黄泉のタケルとはそういう男だ。それに概要では今の左脳には勝てぬ。なぜそう言い切れる。黄泉のタケルはこれまでに何度も大和タケルの乗る左脳と戦ってきた。結果は今の左脳を見ればわかるだろう。なるほど。どうだ、私がお前を勝たせてやろうか。お前が。いいだろう。Oh!
懐かしい夕暮れは切ない香り、窓越しに揺れている優しい光、帰っておいで迷わぬように一人きりで泣かないで、帰り道さえ忘れかけた遠いふるさとへ、挑戦状が届いた。二人だけで決着をつけよう。俺が勝てば音は返してやるって。俺は弓野武の待つジャンクヤードに向かったんだけど、そこに待っていたのは魔空戦士アマツミと音だったんだ。次回、ヤマトタケルアマツミの罠、絶対見てくれよ。